らいやったらもう十分出るんで、だから軽音道で行ったらもう全然規格が違うんで、ね、であとはそれよりも下でいいっていうやったらあのキャリーですね、はい、こう乗れるキャリーこうやってバタバタっていくキャリーがありますけどもちょっとこれは竜王さんのとこまで行くのはこれはしんどいなとか思いますんでまあその辺をこう軽音ぐらいでさせていただこうかなっていう、はい、ありがとうございます。それ以上はないと思います、はい、この尾根の一番上に竜王様がおられるんで前回当社の時に伝説上がっていただきました。喜んではりました竜王さんが竜王さんは村の人あれ下ろしたと思うんですけど、ね、下ろしてたんですよ、うん、だけどまあ大地の再生でここで水道触らせてもらうんで、うん、祀るようになったんです。自分たちでどこへ祀ってるんですか。いや、祠で あそこで祀ってる、はいはい、あそこまで行けるようにしましょう、はい、うん、ありがとうございます、はい、持ってくもんは持っていくもんはね、まあ、今日どこまで行けるかわかんないですけども、まあ、チェーンソーとそれから台付けワイヤーっていうんですか、はい、それが1本ぐらいあればいいですね。あと木置き切るのがあるんで、その木置き切るっていうことになるとやっぱり綱とかそういうのがいるかもわからないし、滑車とかがあれば、まあ、滑車とそれから滑車を巻くスリングとかね、そういうのがあればフラロックと滑車があるあ、それやったらそれでいいですね。で、ちょっと手に余るような太いやつっていうのは多分なかったと思うんですけどね、もしあったら切るの危ないんでね、ちょっとその辺かまたその現場その現場で考えるのは仕方ない、はい、原田君来られますね。原田さんは今日は来られるだけですまあ今日でもあんまり活躍できない、うん、あんまり着るとこがないかなと思ってたんですよ、今回は。はいはい、はい、じゃあ用意しますね、はい、はい、あ、すいません、今日は3時ちょっと過ぎからちょっと2時間ぐらいちょっと抜けますので、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。